ドルゲームの好きなカードを選んでください。それではその表に「好き」と書いてお願いします。今書いてもらったカードを列のトップに乗せて一度カットします。もう一度カットしましょう。それでは今から指先の感覚で今書いてもらったカードを探してみます。おそらくこのカードだと思いますけども、それですよね。違います。ハートの6ではなかったですね。で、こういう時は、この黒いアクリルケースを使います。このケースの中に、今のカードを入れて、ちょっと手を出してもらいますか。同じような形と今選んでもらったカードに変わります。